な、助けてくれた礼をしてなかったと思って。カミラも君も僕を見捨てなかった。ありがとう。ベルデラのピエトロ神父がパパのマチェーテを持ってるらしい。唯一の形見だ。取りに行きたいけど、この体じゃ無理だ。パパは僕のせいで死んだのに、そんなことさえできないなんて。神父には話してある。もし言ってくれるなら。ありがとう、ダニー。グラシアス。クララ、まんまと罠にはめられた。カルロスは死んで、弟のアレハンドルも危なそう。ダニー、一家を何としてでも守って。ホセを倒すだけじゃなく、エスペランサを制圧してアントンの息の根を止めるためにもモンテロの力は欠かせない。わかった、何とかしてみる。お困りかな、ピエトロ神父。いかにも、アレハンドロから話は聞いている。遠い昔、カルロスの結婚式で司祭を務めた縁があってね。でもすまない、モンテロのマチェーテは奪われてしまった。何があったの。兵士たちだよ。今頃は近くの酒場ララハにいるはずだ。地図に記しておこう。ありがとう神父、こんな大変な時なのに。ヤーラの若き皆さん、ヤーラの獅子にして大統領の息子ディエゴ・カスティロです。今日は我々の美しい国を蝕む深刻な病についてお話しします。病の名はリベルタード。彼らは愛と自由のためと言いながら憎しみを撒き散らし、何？信用してくれと言ってもそう簡単じゃないのは分かってる。キャンプには新顔も多い。気にしなくていいよ。だがみんなも許してくれるとは限らない。許す許さないじゃない、あんたはあんたなりに誠意を尽くせばいいんだって。アレハンドロ、調子は？まあまあかな。マチェーテは手に入れた？いえ、教会にはなかった。くそ、一体どこに。大丈夫、こっちで何とかする。おい、死体だ。ピンガ、コホーネ。
じゃあ帰るか。アレハンドロ、手に入ったよ。本当によかった。親父さんの待ち合わせはモンテロが持ってるべきよ。これからもずっとね。ありがとう。僕にはできなかったことだ。じゃあ近いうちにまた。Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra.助けはしたが、いてほしいってわけじゃない。ちょっと、父親の葬式よ。カルロスとこいつ、ひどい取引だ。アレハンドロ、もういい。戻って。エスパーだ。弟でしょ。そう、私のね。足はどう？あんたの父親と面識はないが、俺の家族もこの土地で長く暮らしてる。で、ホセ将軍の情報がある。奴の副官のことだ。頼む。新しい制服が必要だね。クララよ、今してることは忘れて。新しい作戦？殴り込むチャンスができた。エスペランサに会いに来て、リベルタードのセーフハウスの写真を送る。見張りのゲイラがいるから、夜番について聞いて。夜番？分かった、今から向かう。